新天町は福岡県福岡市中央区天神二丁目にあるアーケード付き商店街。ファッション、呉服、雑貨、アクセサリー、薬局、CD ショップ、書店、飲食店など約100店舗の店がある。当地の町名、天神町をもとに命名された新天神町の井。南北二つの通りと地下街、ファーボから構成される。東端は 福岡パルコとソラリアステージで、西鉄福岡駅北口にも近い。ファーボは、福岡市地下鉄空港線天神駅に直結している。メルヘン広場で東西に分断されており、このメルヘン広場から南に向かうと、岩田や、ビオロ、ソラリアプラザといった大型商業施設がある。メルヘン広場には、博多ドンタクが開催される5月3日から4日には、新店長ドンタク園舞台が、 博多祇園山笠が開催される7月1日から14日夜には飾り山笠が設置される。メルヘンチャイム商店街の中央広場にはメルヘンチャイムという日本一大きい時計塔が設置されていて、障子ごとに時計のチャイムが鳴る。老朽化した建物の再開発第一弾として2008年4月にメルヘン広場にアーケードを新設。高さ約20メートル。 長さ約60メートル、幅約12メートルで、太陽光発電のパネルを設けて、照明電源とするほか、屋根の斜面に水を流し、夏場の気温を下げることが可能。グランドオープン及び公式創業日。一部店舗は、同年9月1日に先行オープンしている。新店長物語第3回新店長誕生。新店長。2010年2月23日閲覧。 新天長物語第14回テーマソング新天長。2013年10月27日閲覧新天長物語第15回テーマソング新天長。2013年10月27日閲覧ありがとうございます